株式会社カネカの風見と申します。カネカという会社は断熱材とか太陽電池とか、そういう環境素材を作っています。これらの材料を使って皆様に、省エネルギー性の高いお家とか、健康的に暮らせるお家といったものをですね、お手伝いさせていただくことを、私日頃やっております。当時ですね、断熱気密住宅っていうの普及が始まった時で、その時に大きな問題があって、中途半端な断熱気密の知識を持って建ててしまうと大きな問題が起こってしまうんですね。せっかくの断熱気密の技術もむしろマイナスになってしまうというところがありました。で、そういうものをただ正しくちゃんと普及させようということで、会社としては工務店さんにそれを正しくやってもらうためのお伝えする研修会といったものをやってですね、快適な住宅というものをですね、しかも長持ちする住宅というのを普及させようという動きで取り組んできたというところがございます。断熱材の施工の仕方で外張り断熱というのがあるんですけども、そういう施工方法をすると自然のエネルギーを取り込んだですね、家作りというのができるんですね。外張り断熱というのをすると屋根壁基礎をですね、断熱材で包むことができるんです。そうすると、室内側に、空気が流れる層ができるんです。そうしますと夏の暑い時に、空気を流してちょっとこう家を冷ますような構造ができるんですね。電気とか、燃料を使わないこう自然なエネルギーでこう快適さをこう実現するような、家づくりに近づけるといったところも面白さがあります。その他ですね、断熱気密っていうのを高めると太陽のエネルギーをうまく使うことができます。それは冬の暖かさですね、窓際でこう日向ぼっこするようなイメージなんですけども、やっぱり夏も冬もこう気持ちよく、エネルギーをこうできるだけ使わないお家づくり、そういうものを目指していけるというところがとても面白いところです。あとソーラーサーキットっていうものに取り組む理由としてですけども、省エネルギー、エネルギーが少ない国というところでできるだけ使わないで快適に暮らせる作り方というものを追求していきたいという中で、やっぱり大切にしているのは今使えるエネルギーって日本で何だろうと考えた時に、今地元にあるのは、自分たちのところに周りにあるのは自然のエネルギーということだと思います。その代表的なものはやっぱり太陽光、太陽熱でこう日向ぼっこするような暮らし、こういったものには一つ大事にしたいなと思うところがあります。でもう一つやっぱりこう忘れてはならないのは、日本の場合は四季があるんで夏も冬もあるというところで、暑さに対する対策、ここをですね工夫していこうというのが実は最大の特徴になってるんですけども、それをこう外の爽やかなこう空気っていうんでしょうか、そういうものを使って夏こう温まったお家をこう冷ましていくような工夫を盛り込む、いろんなこう自然エネルギー、これパッシブ技術というんですけども、そういったものをこう皆さんにこう使いやすいようにまとめて提供していきたいなというふうに考えています。これからのソーラーサーキットなんですけども、今までのような豊かな暮らし、これを続けていくためにもですね、我々としては精進したその開発というものを続けなきゃいけないなと。でそこの基本的な考えにはやっぱりこの安心であり快適であるとい こう人間がこう求めるこう根源的な欲求の部分を満たせるような、そういうものが必要になるんだなと。でそれを実現するためにもやっぱりエネルギーの話、あと健康の話というものをですね、正面に捉えて、そこを家の空先と中に組み込んでいくような開発を続けていって、そこに住まう人たちに長く快適に、健康的に暮らしていただけるような、そういう環境づくり、環境を提案していきたいなというふうに